宮古市桑名崎地区では民家の1階部分がすっかり水没し、津波により観光船陸中丸が町中にまで押し寄せてきました。このほか釜石では 4.1 メートル以上、大船渡では 3.2 メートル以上の最大波を観測しています。岩手県内の死者は238人に上っています。今日午後5時現在の県警の